ミニチュアダックスフント人気犬種ランキング5年連続5位、胴長短足、可愛いですよね。だからこそ注意しなければいけないこともあります。ということで今日はミニチュアダックスの魅力について語っていきたいと思います。たちのバックリーダーミスターの終わりでございます。というわけで始めていきましょう。夏休み特別編、犬の飼い方、ミニチュアダックスの魅力編。胴長すぎてよくトイレ外す。胴長短足って人に言うと結構悪口なことが多いですよね。佐藤さんで胴長短足で可愛いですよね。これね、一周回って悪口。でもダックスフンとは違います。胴長短足で可愛いんです。とことこ歩いてる姿も、階段を一生懸命上がってる姿も可愛いんです。でも気をつけなければいけません。特に今言った階段、一生懸命上がってるところ可愛く見えます。でもこの子にはね、今階段あまり登らせないようにしてるんです。その辺もお話ししていきます。今日はそんなダックスちゃんの魅力を語っていくんですけれども、今回ですね、本を参考にさせていただいておりまして、今日の参考図書は、決定版愛犬の飼い方育て方マニュアル、ミニチュアダックスと暮らすっていう本が一冊と、あとは JKC の最新犬種スタンダード図鑑を、参考にさせていただいております。今回は紹介できないようなね、へーって思うようなうんちくから、まあ、子犬の頃の飼い方、さらにはね、可愛い写真の撮り方なんていうところまで、詳細に書かれておりますので、気になる方はチェックしてみてください。でその中から特に4項目、歴史、魅力、相性、病気、かかりやすい病気ですね、について解説していきたいなと思います。もしダックスフント飼われる方はですね、その辺を読んでみるといいかもしれません。まあ、このチャンネルではですね、主に保護犬を想定しておりますので、子犬の飼い方はがっつり、カットさせていただいております。まあ、ということでね、今夏休みということで、あの YouTuber がやりそうな企画をね、今いろいろやってるところでございます。で他にも今いろいろ考えておりまして、ということで、前置きが長くなりましたが、まずはミニチュアダックスの歴史。歴史が分かれば傾向や対策が見えてくるんですね。ダックスフント、この言葉の由来はドイツ語でアナグマ犬、アナグマ犬という意味だそうです。起源となる犬はね、すごく古くて、古代メキシコの、壁画にでダックスフントそっくりな犬が描かれていたと言われているんですね。そんな昔からいるんですね。名前の通りアナグマを飼ったり、あとは負傷した生き物を追いかけるために農夫が改良を重ねた犬だったんですね。だからもともとは猟犬だったんですね。アナグマと戦うぐらいの大きさですから、スタンダードのプードルは、プードルじゃねえや、スタンダードのダックスは、当時10キロから20キロ近くあったそうです。じゃあどうしてね、こんなね、ちっちゃなね、この子はミニチュアダックスですけど、ミニチュアダックスとかカニンヘンダックスが生まれたのか。このね、ミニチュアダックスとかカニンヘンは、まあ、カニヘンってドイツ語でウサギっていう意味らしいんですけど、もっと小型のネズミ、アナグマよりもっと小型のネズミとかウサギを取るために小型化されていったそうです。ダックスフントといってもですね、スタンダードのダックスフント、それより小型のミニチュアダックスフント、で、さらに小さなカニヘンダックスフントがいる3種類存在します。で、この子はですね、大きさ的にね、かなりミニチュアなんですけど、ミニチュアダックスの中でも相当小さい部類に入ります。カニンヘンダックスっていうのはこの子よりさらにちっちゃい子ですね。もともとは猟犬なんですけど、まあ、小型化したミニチュアダックスとかは、まあ、家庭犬としてね、改良されてるのでおとなしい子が多いです。あの今ね、こっちに今暑そうなんでちょっとこっちに下ろしちゃったんですけど、本当におとなしいです。で、もともとは猟犬だから、胴長短足の割に活発なんですね。そんなダックスフントの魅力、あ、そうだ、ちょっとね、ペガにご飯あげるんで、これからご飯を食べさせたいと思います。はい、ペガ、お座り、お座りしてるか、お座りしてるとこんな感じ。もう胴長なんでね、足短いからよくわかんないんですけど、待て、よし、いいよ、食べて、いいよ、はい、よしよしよし、食べていいってば、食べなさい、はいはい。そんなね、ダックスフントの魅力、やっぱり一番の魅力はこの独特なフォルムじゃないでしょうか。いいよ、食べて、食べていいよ。一目でダックスだとわかるこの体型ですね。僕もね、小学校の子、小学生の頃はね、飼いたくてね、犬が飼いたくてね、ダックスが可愛いなと思っておりました。で、ですね、この本の著者、
今回参考にしている本の著者はドイツ人、気質で、まあ、真面目で陽気な性格だとしております。僕はねそんなにドイツ人って陽気なイメージはないんですけど、まあ、お酒飲んでる時はね陽気なんですけど、基本的には真面目ってイメージがあります。よくねドイツ人って日本人と似ているなんてよく言われますよね。でドイツ車もね日本車に似て質実剛健なイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。アメリカにいた時ねフランス人の友達にね受けたジョークをそのままドイツ人に言ったらねって思いっきりね愛想笑いされた記憶がございます。で性格的にはね陽気で、まあ社交的でさらにね強気で頑固という2つの魅力を持ち合わせている犬種とされています。で基本的にはね攻撃性が低くて、まあ、活発すぎるっていうことはないので、あ完食しましたね、完食勝つんじゃないよなので、初心者の方にも飼いやすい犬ということですね。ちなみにね、あの冒頭で5年連続人気犬種5位と言いましたけれども、1999年から2007年まではなんと8年連続1位だったんですね。まあ、それぐらいですね飼いやすくて、まあ、魅力が満載の犬ということでございます。ロングヘアード、この子はねこう長いんですね、毛がこういう風に長い毛なんですけど、ね、ブリーディングの関係からですね 毛の長さとか毛のタイプによって少し性格が変わるそうです。でロングヘアードね、まあ、この子ですねは、この子はね後輩の関係でスパニエル系の犬が入ってるそうなんですね。だから温厚な性格で、まあ、非常に人懐っこくて甘えん坊で社交性にも長けているという特徴があるそうです。確かにこの子そうですよね。もう今ももうされるがままですよ。可愛いんですよねこの子ね。で散歩とかしててもね話しかけられたりするんですけど、まあこの子の場合ちょっとね子供は苦手っぽいんですが、基本的には誰でも問題なく接してくれます。で次にですねこの子ではなくスムースヘアードという犬がいるんですね。でダックスの原型にもなった犬で、もっとね毛が短くてなんだピンシャーとかイタリアングレーハウンドみたいな感じの毛の感じの子ですねは、まあダックスの原型ともなった犬なんですけれども、特にね飼い主への忠実さが特徴とされてるんですね。でまあ毛が短い方がまあ何に潜っても汚れないですかね。多分このペガがね穴熊取りに行ったらね、まあ穴熊にやられちゃうっていう問題もあるんですけども、毛がね土だらけで大変ですよ多分。そして3番目のタイプがワイヤーヘアードですね。もっとねクルンクルンとしたねこんなストレートな髪質じゃなくて、もっとクルンクルンとした感じの、まあ、ワイヤーヘアードっていう感じなんですけど、まあ、テリアっぽい見た目だなと思うと思います。ちょっとね、写真どっかに入れときますよ。テリアっぽい見た目だなと思ったらね、どうやら後輩の関係でテリアを掛け合わせてるみたいですね。もう他のね、まあ、他の毛質の子たちと比べるとね、独立心が強くて気が強い傾向にあると言われてますね。ただね、テリアっぽさもあって、まあ、陽気で好奇心旺盛な子が多いということなんですね。まあ、このようにですね、若干の、まあ、性格の違いがあるので、まあ、飼い主とのね、相性も少し変わってくるそうです。先ほど完食した食器、ちょっと洗ってきます。その間ですね、ペガちゃんの可愛い映像に癒されててください。ちょっとね、ご飯のお皿を洗ってきました。それぐらい飼いやすくて魅力が満載の犬ということでございます。まずはロングヘアのこの子ですね。この子みたいな子ですね、まあ、3種類の中ではですね一番こう甘えん坊な気質があるそうなので、まあ、いろんなところに行ったりとか、あとはずっと一緒にいたいっていう飼い主の方にはおすすめというか、まあ、一番相性がいいということですね。まあこの子も甘えん坊ですからね、可愛いんですよ。で次にスムースコート、まあさっきもちょっと言いましたけど、比較的ね自立心というか独立心が強いっていうのもあるので、まあ飼い主がねいなくても割と平気なタイプだそうです。なので犬との距離もまあほどほどに保ちたいというね飼い主の方にはおすすめかもしれませんね。最後にワイヤーヘアード、
テリアがね掛け合わさっているので、まあ、元気でアクティブな子が多いと。なので元気で外で遊びたいよっていう人にとってはね、向いてるんじゃないかなと思います。ただしダックスフントね、もともとは猟犬なんですけど、まあ、ミニチュアこの子とか、あとカニンヘンダックスはね、もうあの改良の過程でね、いろんな犬と交配されてます。なので、まあミニチュアとかカニンヘンちゃんたちは、そこまでね運動量が多くないので、過度に運動させるのは控えましょう。ということでね、ここまでは、ダックスの歴史とか魅力をお話ししてきましたけれども、まあ、胴長が短足なのでかかりやすい病気もあるんですね。なのでそれを、ご紹介していくんですが、その前にですね、まあ、ちょっとねさっきあのオープニングであるあるトークみたいなことしたんですけど、もう足がな、足っていうか胴が長いんですよ。だから本当ね、自分本人は多分ちゃんとトイレの中でおしっこしてる、うんちしてるつもりなのに、もうね胴が長すぎてね、外してるっていうことがねよくあるんですよ。これ多分ねダックスフント飼い主あるあるだと思うんですけど、そういうことがあります。あとはね、もうよく吠えます。これねいろいろ調べたりとかしてみたんですけど、ダックスって結構吠える犬種みたいですね。この子もねよーく吠えてますよ。もう吠えすぎてね、もうちょっと声枯れてますもんこの子あ、多分ちょっと寂しがり屋でね、かまってかまってワンワンって言って言い続けてたら声が枯れちゃったんでしょうね。まあそんな感じですかね。まあまだちょっとね僕もそんなに日が浅いので、その辺は気づいたところかなって感じがします。あとはまあよく食べる、もうほんとねご飯をよく食べる、食べてくれます。ということでね、その辺も含めて、今度は病気編ということでお話ししていきたいなと思います。やっぱり一つ目はね、今もよく食べるって言ったんですけど、一つ目は肥満ですね。結構ねダックスちゃんってねよく食べるらしいんですよ。本にも書いてありました。だからほんと肥満には要注意ですね。でまあこの見た目だからね想像はつくと思いますけれども、やっぱり椎間板ヘルニア。ただね本には書かれてなかったんですけど、いろいろ調べてみるとですね、実はヘルニアのね、まあ予防のために太らせないようにね食事管理を、まあ無理な食事管理をさせてしまうと、今度は栄養が足りなくてね他の疾患を併発するっていうことがねケースがね多々あるそうです。なのでお気をつけください。なのでまあ食事制限というよりは適切なご飯あげて適切な運動をさせてあげるっていうのがいいんじゃないかなと僕は思います。でダックスフントの場合のヘルニアなんですけど、特にね首とか背中あと腰かの、まあ主に背中か首らしいんですけど、ほんとねこれ気をつけなきゃいけなくて、こういうねツルツル滑るような床っていうよりは、こういうカーペットとかを、ここか、こういう風にカーペットとかの上でね上げるといいと思います。上げるっていうか過ごさせてあげるといいと思います。行っちゃったー。ちょっとね今度ソファーの上に来てお話をするんですが、初日に来た時ね、まあ、この子結構おっとりしてるからソファーなんか飛び乗れないだろうなと思ったらね、ピョーンって飛び乗ったんですよ。びっくりしましたよ。でもねなるべく、そういうことはねさせてあいようにしてあげるのがいいそうです。なのでね主に気をつけなきゃいけないのは肥満と椎間板ヘルニアですね。あとはね意外とこの垂れ耳なんで、耳のね掃除とかもしないと外耳炎とかねそういうのにもかかりやすい、ワンちゃんだそうです。あとはねペット業界の闇ということなんですけど、まあ、ちょっとソースはね本ではないんですけれども、まあ、ペットブームのせいでですね乱繁殖させられた結果ですね、まあ、転換持ちの子とか、あと股関節形成不全とか進行性網膜移植症なんていうね遺伝性の疾患を持っている子ともあるそうです。なあこの子はどうなのかは分かりませんけれども、まあそういうね闇もあるそうです。あとはね足が短いのでそれだけ地面に近いんですね。だから熱中症には気をつけてあげないといけないですね。こまめにね水を、僕も前にグッズで紹介した外で使えるポコってやるアイテム、水飲みのアイテムとかも持ってって水も適宜飲ませたりとかしながら、ほんと早朝とあとは夜間ですね、まあ夜間というか10時9時10時かに散歩は行くようにしております。ということでですね、今日は、そんなダックスちゃんの魅力についてね語ってきました。ちょっと暑そうなんでね、この辺で終わりに今日はしたいと思います。またこの子をね預かっていく中で気づいた点とかは、またお話ししていきますので、ぜひ、この動画が良かったなという方は、いいね高評価あとコメントよろしくお願いいたします。ということで、じゃあペガちゃんみんなにバイバイしよっか。はい、バイバーイ。あ、足もね、気をつけてあげないとね。バイバーイ。
バイバーイ。バーイ。うぅバイバーイ。はい、ということでね、最後に最近ちょっとね、 YouTuber っぽい企画を何個かやってると思うんですよ。まあ歌ってみたとかね、あのなんでやってるのかっていうと、やっぱりあの夏休みですからね、こう真面目な、まあ僕は結構夏休みとか暇になったら勉強したいって思うタイプなんですけど、まあ皆さんそうではないでしょうから、やっぱり夏休みといえばね、楽しみたい、遊びたいっていうね気持ちが、強い人が多いんじゃないかなと思います。なのでまあ楽しめる企画っていうのもね、今後はやっていきたいなと思っております。で、今考えてる企画ですね、まあやっぱり人気企画、テレビの人気企画とかを見ていると、やっぱりあれありますよね、帰れま10ね。なのでね、僕も今ちょっと帰れま10企画をやろうと思ってるんですよ。でもね、僕がやる帰れま10は普通の帰れま10じゃないですよ。帰れま10っていうとね、普通は大食いですよね。大食いしてなんか全部値段当てたら帰れますみたいなやつですよね。まあそもそも撮影場所は家ですから、うちは家なんで帰れませんもクソもない、もう帰ってるやんって話なんで、何をやりたいかというと、共鳴するまで帰れま10ということで、最近ね、おーってやってるじゃないですか。あれね、結構練習したりもしてるんですよ。そうするとね、あのペガがね、みたいにやったりするんですね。なのでペガが共鳴して遠吠えするまで帰れない企画とかやろうかなと思っております。ただね、まあ長時間とかになるとペガにも負担がかかってしまいますので、まあこのチャンネルはね、そういうこちら都合のスケジュールではなくて、基本的にまあ犬を同乗させる場合は犬のあの都合というか、スケジュールというか、コンディションを最優先にやっていっておりますという感じですので、まあできることできないことはありますけれども、まあ今後はね、ちょっと近くにお出かけしたりとかした時には、あの Vlog 形式でね、ペガちゃんと一緒の動画とかも出していきたいかななんて思っております。ということでね、あのそろそろ動物愛護習慣までそろそろ1ヶ月、でも今年はね、数値規制ですとか、あと来年に向けてマイクロチップとか、いろいろね、考えなければいけないことがありますので、その辺のね、真面目なコンテンツっていうのももちろん増やしながら、ただね、それだけだとなかなか見てもらえないこともあると思うので、こういうね、今回みたいな、まあ YouTuber がやりそうな企画っていうのをやっていきたいなと、増やしながらやっていきたいなと思っております。というわけで、See you!